よしとえっ、ー、とせの字が8つ僕の話の続きをする番かもう40話も話したのかこうして記録に残していかないとあっという間にわからなくなっちゃいそうだね <laughs> それじゃあ再開しよう。 えっと、友人とすれ違って、部屋で呆然としていたらインターホンが鳴ったところから、だったね。親友の行方。インターホンのモニターに映っていたのは、二人の若い警官だった。荒い画質越しに、警官の青い制服と大きなロゴ入りの帽子が確認できる。 確認した瞬間に安心したよ。もし親友だったら、そう考えると怖かったからね。けど安心したのもつかの間だ。どうして家に警官が一気に空気が張り詰めた。もちろん僕に後ろめたいことなんてない。でも何のために僕の家を訪ねてきた聞き込みか何かだろうか。わざわざこんなアパートの一室にまで。まさか。 親友のことか。困惑したけど、出ないわけにもいかない。許すなんてしたら、そっちの方が疑わしくなってしまう。仕方なく、インターホン越しに対応したよ。はい。こんにちは。すいません。〇〇警察の者のですが、少しお伺いしたいことがありまして。わかりました。今出ます。はい。いや、突然すいません。 〇〇警察署の〇〇と〇〇と申します。実は〇〇さんのことについて少々聞きたいことがあるんですが、喉元を押さえつけられたみたいだったよ。警官が口にした〇〇さん、親友の名前だったんだ。警官は二人とも、物腰柔らかそうな雰囲気だったけど、こっちは一気に心臓バクバクだ。やっぱり親友に何かあったんだ。いや、 もしかして僕が疑われているのか部屋を訪ねたんだし、無断で入ったんだ。不法侵入っちゃ不法侵入だし、中はひどいありさまだった。僕が荒らしたと思われても不思議はないし、弁解のしようもない。どうしよう。えっと、〇〇は友人ですけど。ああ、やはりそうでしたか。実はこの携帯が落とし物として〇〇書に届きまして、 〇〇さんの所有物ということは、ご家族に連絡、確認してすぐに分かったのですが、肝心の〇〇さんが家を留守にされておりまして。は、はあ。職場の方にも確認してみたんですが、どうも無断欠勤をされているようでしてね。ご家族の方にもその胸については連絡したのですが、頼りもないし、心当たりがないとのことで。はい。何かご存知ではないでしょうか。 池帯の着信履歴に職場の方に混じってあなたの電話番号が残っておりまして、それもいくつも、それで何か心当たりがあるのではないかと。えっと、確かに何回も電話しましたけど、何かご用件があ、はい。なんてことないことですけど、最初に電話した時に言っている意味がよくわからなくて、それで聞き直そうと何回もかけ直したんですけど、 それからずっと出なくて。なるほど。他に何か心当たりはありませんか何かトラブルを起こしたとか、そういったことはい,いえ、特には。わかりました。すいませんね、突然。ご家族の方からは失踪届も出ておりません。どこかほっつけ歩いているんだろうとのことで、こちらもまだこの件に関して、 事件性があると考えるのは早計だと判断しております。〇〇さんの身に何もないと良いのですが。ええ。また何かあればすぐにご連絡ください。見かけたとか、着信があったとか、些細なことでも構いません。わかりました。あの、すいません。はい。どうやって僕の家に訪ねてこられたんですか着信履歴だけでどうやって 純粋な疑問だった。だって、そうでしょ名前が分かったからって、そこからどうやって住所を割り出したんだ。それに、親友がどこで携帯を落としたのかわからないけど、いくら同じ県内とはいえ、生活圏は遠いところだ。なのに警察は、事件性もないのに、どうしてわざわざ僕のところまで訪ねてきた。ずっと話をしていた警官の一人は、口をつぐんだ。変な間が流れてたら、 ずっと隣で黙っていたもう一人の警官が口を開いた。申し訳ありませんが、その質問にはお答えできません。わかりました。変に疑われるのが嫌だったから追及はしなかったよ。でも、ちょっとうすら寒かったね。僕の知らないところで何かが起きているような気がして、申し訳ありませんね。それでは、これで失礼します。 二人の警官が帰ろうとしたとき、片方が持ってた親友の携帯に、ちらっと目がいった。最初に見せてくれたときは、背面だったからわからなかったのだけれど、画面側の方が見えたよ。画面はバキバキにひび割れてた。ああ、すいません。最後にもう一つ。えあ、はい。ずっと黙ってた方の警官が振り返った。〇〇さんの家の方には、最近行かれてますか いえ、ここ最近は全く、なぜかとっさに嘘をついてしまったんだ。どうしてそんなことをしたのか、自分でもわからなかった。疑われるのが嫌だったってのもあるかもしれないけど、なぜか言ってはいけないような気がしたんだ。そうですか。いや我々が何回か訪ねた時はいつも留守で、鍵がかかっていたものですから、やはりどこかに出かけられているんでしょうかね。<laughs> ちょっと気になったもので、すいません。それでは失礼します。二人の警官が貝から消えるのを見届けてからドアを閉めたよ。すぐに鍵をかけて部屋の中に戻った。一向に落ち着かなかったよ。座っていられなかった。怪しまれただろうか、何か裏があるんだろうか、そんなことで頭はいっぱいだった。それより何よりも、最後のやりとり、 我々が何回か訪ねた時は、いつも留守で鍵がかかっていたものですから。どういうことなんだ留守にしているなら、そりゃ当然鍵はかけるだろう。でも、僕が今日訪ねた時、鍵は開いていた。ということは、親友は帰ってきていたのか僕が訪ねる直前に。いや、まさか。あの時部屋の中に親友はいたのか 慌ててインターホンの履歴を確認したよ。そしたら、親友が訪ねてきていたのは、お昼前。ちょうど僕が、親友の家にいた時間だった。安心したよ。とにかく家にいたわけじゃなかった。やっぱりすれ違いだったんだ。ともかく親友は家に帰っていたんだ。どうして僕の家に来たのかはわからないけれど。なんだ。だったらただの思い過ごしで。 親友は軽く失踪していただけで無事なんじゃないか。行動が読めてきただけで楽天的に考えることができたよ。でもそれもすぐに考え直した。だったらあの部屋のありさまは何だどうにも納得がいかなかった。携帯を取り出して電話をかけようとして思い出したよ。ああ、携帯は今警官が持ってる。かけたって意味ない。途方にくれたよ。 どうするべきかわからなかった。親友の身に何が起こっているのか知りたかったけど知りたくなかった。親友がどうなってしまったのか考えるのが怖かったよ。でもどうすることもできない。いろいろと考えるのが嫌になってベッドでうつ伏せになってたら放り出してた携帯が急になったんだ。驚いて飛び起きたよ。心臓に悪いな。誰だよまったく。 悪体をつきながら確認したら息を飲んだ。携帯の着信表示は非通知設定からだった。